ビーチバレージャパンは日本バレーボール協会、日本ビーチバレーボール連盟が主催するビーチバレーの大会である。毎年8月に神奈川県藤沢市で開催される。1987年に久釘沼海岸で第1回大会が開催され、これが日本におけるビーチバレーの始まりとされる。初代優勝者は共に当時富士フイルムのインドア選手だった河合俊一と 熊田康則のペアで、河合は後に JBEV 会長となる。1989年に JBEV が発足されると同連名主催となる。2006年のマーメイドカップ1995年から2008年まで男子のビーチバレージャパンと合わせて開催された女子大会である。ビーチバレージャパン開始当初はインドア全日本女子の選手によるエキシビションも 行われていたが、1990年に全日本女子選手権が女子版として創設された。だが、1995年に閉催イベントとして、マーメイドカップが創設。当初はジャパンレディースとの差別化のため、試合ごとにペアを交代し、個人成績を競うスキンズショットガン方式を採用。出場選手もプロに限定した上に、 海外トップ選手も招待したイベント色の強い大会であった。2006年より他大会同様のペア固定性に変わる。2003年からは BS ジャパンが冠スポンサーとなり、2006年はテレビ東京、2007年からはマスターカードに変わる。2009年よりビーチバレージャパンと統合され、女子も公式戦ビーチバレージャパンとして開催されることになった。 一方で、マスターカードの冠も引き継いだ。2014年から、女子大会は、J はビーチバレーボールシリーズ A の1大会となった。第30回大会シード8都道府県代表47開催地枠1第1回大会は、日本テレビで放送された。マーメイドカップ開始後が、冠スポンサーだったテレビ東京及び BS ジャパンで、録画中継されていた。 第27回大会はニコニコ生放送にて生中継。第33回は神奈川県内の JCOM チャンネルで30日に放送。ありがとうございます。